はいみなさん、bonjour。投資家キューバーです。今日のテーマはこちらになります。投資してよかった銘柄、そのトップ5を今日は説明していきたいと思います。また、こちら僕のプロフィールなんですけども、興味がある方見ていただければと思います。また是非、よかったら、いいねボタンを押していただければ大変助かります。また是非、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。まず、投資してよかった銘柄はこちらになります。 iShares MS Co. MSCI 新国株 ETF になります。こちらは実際に日本市場に買えるものがあるんですけども、銘柄の番号としては1658になっています。ということで、まあ、日本円建てになっています。で、こちらの ETF は MSCI Emerging Market 新国の、えー、指数に連動している ETF になっています。 でこちらの ETF の構成を確認しますと、こちらの新国語に分散投資を行っているんですけども、主に中国はだった体4割になっています。それとは、まあ、台湾とか韓国とかインド、ブラジル、あとはその以外の新国語に分散投資していることになっています。でこちらの ETF の大きな、えーまあ、メリットとしては、まず日本円建てになっていることと、えーまあ、こちらにように構成、まあ、が結構分散されていますので、 適切に分散投資もで、きますでまた今に、えーまあ、GDP とか、その成長本当に、えー、なかなか止まらない中国語にも大きく連動していますので、結構期待できる ETF じゃないかなと思っています。で、こちらは実際に6ヶ月間の、えー、その168、えー、1658の、えー、指数のグラフになるんですけれども、こちらのように。 なっています結構すごくずっと右肩上がりになっていることが分かるかなと思います。で、僕ですと、まあ、ちょうど半年前に投資を始めてこれでずっと持っていますので最近少しだけ利益したんですけども大体の6ヶ月間のリターンは32.26%になっています。ただこちらの ETF のデメリットも実際に あありままましててににず為替の影響とあとは、まあ、高いいボラティリティィリなっていますで、その為替の影響を確認するために、まあ、この、えー、日本の方の ETF はまだ結構、えー、設定からあんまり時間経ってないので、それに長い、えー、スパンでのデータがないので、参考までに BWO というアメリカの方の新興国の ETF を確認していきたいと思います。 でこちらは実際に2005年に設定された ETF になっていますので、実はこの長いスパンで見ると、まあ、そんなに先ほどと同じく右肩上がりではなくて、まあ、なかなかバラバラになっていることがここで確認できるかなと思っています。でまあ、例えば具体的に言うと、2007年10月25日の最高値は57.57 57ドルになっているんですけども、 まあそこからえーまあリマンショックもありましたし、そこからまあずっと結構え横ばいの時期が結構え続いて、つい最近だけは少しえ上がってるんですけれども、それに見ても、まあ先今年の2月1 0日の時点でもえ最高値は56.35ドルということで、今でもえ13年前以上のえ最高値を更新していない。 状況になっていますので少し、えー、危ないな気もしますけども、えー、そういう風にできればあまり利器、えー、が出た場合に少し利格してもいいのかなと思っています2つ目投資しておかった銘柄は Wisdom3 India Earnings Fund というものになっていますでこちらの銘柄の名称は API ということでドル建てのものになっていますでこちらは、まあえー、SBI 証券でも楽天証券でも えー、購入することができますでこちらは、まあ、インドに連動している ETF でしてで、その構成としては、えー、メガラスは大体350社で、上位10社は大体いい4割を示している形になっています。でこちらの API という ETF は大きく n i f t y g o h という指数に連動していることになっています。 Nifty50 というのは、そのインドという、まあ、SNP500 のような指数になっています。でこちらの API のメリットとしては、まず急成長中のインドに分散としてくるのと、あとはどれだけになっていますので、まあ、いいかなと思っています。でこちらは実際の Nifty50 の6ヶ月間の株価,、まあ、株価というかその指数の値段。 の推移になっておりまして、それに対して、こちらはさ今回ご、えー、紹介している API の ETF の推移になっています。まあ、こちらも同じくずっと、えー、半年でも右肩上がりになっていることがここで、えー、確認できるかなと思っています。で、僕はその API に大体、えーまあ、いい半年前にから、えー、投資していまして、大体いい半年で、えー、プラス36.82%のリターンが、えー、得られました。 でまあ、ただ、その API のデメリッとしても一応ありまして、まず同じく為替の影響もありますし、あともう一つは、やはり高い信託報酬、まあ、0.83ということで、かなり高い信託報酬になっています。で、今回、その為替の影響はどのぐらいがあったかということなんですけども、こちらは実際の Nifty50 の大体2001年から、ずっと右肩かか上がりになって いて今回は2008年から少し比較していきたいんですけれどもまず2008年の2月20日から大体191%でずっと上がっている形になっている一方で API に関しては同じく2008年2月20日から見ますと結構すると横ばいな感じになるかなと思っていますで同じく2008年2月20日の時点で 比較しますと25%くらいで上がっていることでだい大体まあ4分の1もっと8分の1のリターンがあったことがここでわかりますでまあ具体的にその為替の影響どのらいがあったかというなんですけども同じく2008年からそのインドのルーピー,のえーとドルの為替のレートを確認しますとえずっと2008年2月12日からずっと下がっている いなのでその実際のインドの指数が上がっているんですけどもそれと同時に為替が暴落していますのでなかなかまあ横ばいな、えー、リターンになっていることがここで分かるかなと思っています3つ目投資してよかったまあ銘柄銘柄ではないんですけども プラチナになっていますで僕に関しては、そのコモディティという金とか銀、プラチナ、ビットコインとかそういったものに関しての投資として、全体のポートフォリオの大体10%にともるようにしています。でその10%の中にコモディティの分散として、基本的には僕、金は60%、プラチナ30%とビットコインは10%程度に投資しています。 で、なぜそ,うそんな、えー、割合しているかというと、そのコミュニティに関しての問題として、まず、ボラティティが本当に高い、その値段の変動が本当に激しいですし、そもそも投資しても、えーまあ、分配金とか配当金がないので、そのキャピタルゲインしか、えー、得られないということが、えー、ありますので、少しそのいつ売るのかとか、なかなか、えー、決めるのは難しいので、僕の、えーまあ、投資方針として、 投資した時点で10%で上がった時に一旦その利益を利確することにしています。例えば、金に10万円を投資して11万円になった場合にその1万円を売るという形にしています。で今回、プラチナに関しては、大体僕は8月末ぐらいに投資を始めて、そこから結構上がって ていましたので、大体40%、半年で4%のリターンを入れることができました。で、4つ目、投資している方、銘柄なんですけども、テスラになります。で、まあ、テスラ、皆さんもそういったグラフを見たと見たことがあると思うんですけども、えー、まずっと右肩上がりになっていることになっています。で、僕は8月13日に、えー、投資したんですけども、ちょうど8月11日に、えー、株式 の分割の発表があったときからずっとここに短期間ですけどもずっと上がっていってでまた11月20日の日に SNP500 に参与されるということが決定されましたのでそこからずっとポーって上がったんですけども僕はもちろんそこまで待たんかったんですけどもだいたい11月末ぐらいに 売却してその時点で3か月だけでも75.1%のリターンを入れることができましたで最後に投資しておいる方銘柄は銘柄じゃないですけどもビットコインになっていますでこちらもまあコモディティになっていますので先ほどのプラチナと全く同じ方針で投資しているんですけども10%程度で利益が出た場合にその利益分を利確するということにしています で、えー、ポートフロー全体の10%はコミュニティ。で、その10%の中に、またビットコインは10%。まあ、ということで、僕の全体のポートフローの中に、ビットコインは大体いい1%に、えー、止めてることになっています。でビットコインもまあ結構、えー、去年からまあなかなかすごいことになっているんですけれども、えー、僕は11月10日の時点で、えー、10名を、えー、ポッて入れて、そこからまあずっと、えーまあ、上がっている、えー、傾向に、 えありましてまだいたいこちらも今回は、えー、まっ先の図だけでもえー110%のリターンということで、えー、元を取れたということになりますのでもうこれからえ全くえ売る必要がえないんですけどもこれからもうそのビットコインにえ投資した分をそのまま放置しますだからもう上がっても下がってももう触らないということにえするようにしようかなと思っています では最後に今日のまとめに入りたいと思います。今日は2020年8月から投資してよかった銘柄を紹介してきました。で具体的に言うと、えー、iShares Core MSCI 新国株 ETF と Wisdom3 India Earnings Fund と Platina、えー、テスラとビットコインの5つの銘柄になっています。でこれからも今年の、まあ、投資の戦略として 今まではそんなに全く変わっていないんですけども、こういったポートフローで投資していこうかなと思っています。主に株式は70%で、そのとは債券と小文字になっています。でまあ、具体的に株式に関しては、まあ、あまり小物目柄もあまりも触らずに、単純に ETF のみに投資しようかなと思っています。でもちろんその ETF の中に分散投資をできるだけやるように、 アメリカとか日本とかインドとか新国語とかいろんなところに分散投資するようにしています。債券に関してはアメリカの国債とアメリカの債券、えー、コミュニティに関しては、えー、金とプラチナとビットコインとあとはイスラムも,もう少,し、えー、少しだけその10%と10%、その1%の中にも少し、まあ、10%程度に、えー、大体まあ1万円ぐらいに、えー、投資してみようかなと思っています。 で、あとはそれ以外の、えー、ポートフォル以外の、えー、戦略として、もう少し今、その証券口座にやる現金、えー、を少し増やそうかなと思っています。まあ大体いい10%程度、その全体のポートフォルの、えー、金額として10、10%程度の現金、えー、があるようにしようかなと思っています。まあそれはまあ暴落に備えることにということですけども、どっかで、ね、絶対、えー、値下がりが発生しますので、その時にいくらか買うように。 現金がないとそもそも買えないということになりますので、そのために少し現金も少し増やそうかなと思っています。でそれはなぜこれを買それにするかというと、最低でも1%の時期も、えー、あったということなんですけども、本当にもうほとんど証券口座に、えーまあ、現金がない、そもそも投資できないということもありましたので、それはもう少しあまり良くないと思っていますので、少し現金を増やそうかなと思っています。 でもちろん、積、え、み、ーま、立て NISA を最上限に活用するということで、毎月三万333円を投資するように、えー、しますで。それ以外、積み立てに i を全部使った後に残っている分も、えー、自分で ETF に投資しますので、全体の投資に結でを見ると、ま、大体月10枚から15枚を投資しようかなと考えています。であとは、えーま、以前の動画でも、もこのファイアー計画を紹介したんですけども、 2021年の目標として、一応資産金額として1368万円になっているんですけども、今の2月の時点でもすでに1300万円を超えていますので、もう少し簡単かなと思っていますので、それを修正してできれば、今年は1400万円を調達できればいいのかなと思っています。 それでは皆さんご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思った方は、ぜひ、いいねボタンを押していただれば大変助かります。また、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。あとは、ブログとツイッターもやっていますので、ぜひ、フォローお願いします。リンクは下の方に貼っていますので、ご確認をいただければと思います。最後に、皆さんから何か説明してほしいのが、 えー、ありましたらぜひ下の方にコメントしていただければと思いますコメントは必ず見ますので何でも言ってくださいそれでは皆さんご視聴ありがとうございましたまた次回で